はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、スケアクロークシャトリドさんが実装されましてね、スケアクローデッキがかなり強化されておりますので、こちらは今日は使っていこうかなというふうに思っていまして、スケアクローっていう、まあ、デッキ、どういうデッキかって話なんですけども、エースモンスターはこのトライヒハートになっていて、今まではね、結構その、こういう、カキモンスター、レベル3のカキモンスターと、あと、ライヒハートで、展開していく感じだったんですけども、これが実装されまして、はい。これがね、めちゃくちゃ強いですね。特殊召喚できる、スケアクローモンスターで、自分相手のメインフェーズに手札から特殊召喚して、手札か墓地からクシャトリラか、スケアクローを除外するっていう、まあそういう効果。で、これ何が偉いかっていうと、今までってね、結構ね、スケアクローってね、なんかその、着地狩りとかに弱かったんですよ。モンスターがいなくなったら、なんか展開止まっちゃったりとか、まあその展開を伸ばせないことが結構あって。で、割と、そういうのがきつかったんですけども、これがまず、貫通札になっていると。スケアクローモンスターとして特殊召喚できるんで。で、さらに、こいつアタッカーとしてもめっちゃ強くて、まず表側守備表示で攻撃できるから、まあ、バグースカとかしょれるし、あと、自分のクシャトリラモンスターかスケアクローがぶん殴るときに、相手のモンスターが効果無効化されるっていう効果があるんですね。だから、例えば、ミカンコとか、厄介な、効果持ちモンスターも一旦殴ってからそいつの効果無効にして、なんか、処理するっていうことができるんですよ。これ、ターンシーロージまでなんですよね、無効が。これかなり優秀で、戦闘してる間だけとかじゃないんですよ。ターンシーロージまで無効になるんで、これめっちゃ強いです。で、こいつを、まあ、入れた、あと普通にそのユニコーンとか、フェンリルも入れて、なんかね、イメージはね、そのフェンリル、ユニコーン、スケアクロクシャトリラ、ライズで、このエクシーズ展開をね、していく横でスケアクローを展開するみたいな感じですかね。はい。だから、理想盤面はなんかトライヒハートとか、ライトハートプラスツインソーみたいな、まあ、こういう盤面になっていて、で横でパーピアス使って、ライズハートとかシャングリラとか、ミライリオとかが立ってるみたいな、これがね理想反動になってますね。だからね結構ね、妨害なければですけど、まあ、ユニコーンとなんかスケアクローモンスターこの辺2種類とかで、そういった展開が可能と、なっております。はい、ちょっととりあえずね動かし方ご覧いただければなと思いますのでやっていきましょう。あ、ちなみに構築はなんかめっちゃ迷ってる。なんかこの辺とかスタイロスとかめっちゃバランス出るからちょっと入れてんだけど、まあ、これなんかいらないとかもあると思うし、これノバ2枚使うのかっていう話も、まあ、あんだけど、はい、まあ、この辺はちょっと難しいんですけども、ぜひ皆さんも使って調整していただければと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、無世界と、スキアクローは何世界でしたっけ。なんかその世界と世界の架け橋となる美様を使ってね、最強のデッキをぶん回していこうと思います。これはまあライヒハートからか。遊戯王ってさ、なんかハートモンスターめっちゃ多いって知ってます。ライトハート、ライズハート、トライヒハート、ライヒハート、アライズハートみたいな、クリスタルハートもいるけど、なんかハート多すぎて、もうちょっと名前こんがらがるから やめてほしいっていうね。っていうね、説はありますね。はい。で、ライフォビア、ライフォビア、これ、パーピアさんのか、ライフォビア、これちょっとビサススタフロストかな。ビサススタフロストで、2回目、これ、2ビルケアできるのか、これ。1、2、3回目、4回目、あ、全然ケアできねえこれ。ニビル、やべえ、ニビルとかいうカードケアできねえ。本当はここでこれ蘇生するじゃないですか。でこれでレベル10シンクロでバロネスがいけるんですよね。で一応こっからの展開、一応ニビルなんか踏まないとかできるんですけど、まあ、相手ニビル持ってなったからいいものの、まあ、普通にこれあれですね、5回目の特殊召喚で出てきちゃいますね、あの人。スキアクロここ惜しいな。で、ちょっと待ってね、これ一回リンク召喚する必要ねえな。これライフォビア引いちゃってんだよな。これ、一応ライヒハートの効果、単位じゃないので、ライヒハートでライヒハート出してみたいな動きできるんですけど、ライヒハート出す必要あんまねえけどな、これ。まあでもちょっと盤面埋まってるから、まあ一応出すか。盤面が埋まってしまうとあれなんで、まあこれ出します。まあここ本当はライフォビアをサーチできます。はい。まあちょっと引いちゃってるんですけど。でスケアクロークシャトリラを爆弾させて、ほい。で除外するのはまあライトハートでいいかな。でプロピアス、
パパパパピアス、パパパパパピアス。これクシャトリラのね、ネイモっていうかさ、スキヤクロクシャトリラがこうレベル7用意できるんですよね。これが強いっすよね、非常に。これがバースでね、ただレベル7、2体で何ができるかと言われても、まあ今のところなんかあんま何盛りが遊んでな。まあ一応裏目踏んでも、まあ、バロメスもツインソーもあるんで、シャングリラしちゃいますか。これね、シャングリラするのはちょっと裏目があって、シャングリラの効果を起動してると結局その相手がクシャトリラを出してきた時にアライズハートになられちゃうんですよ。でしかも殴られてアーゼフになられるみたいな、すごいねでかい裏目があるのね。だからそれだけ注意しなきゃいけないんだけど、まあ、今回はちょっとバルネスもあるしツインストもあるんで多分なんとかなるんですよね。別にアライズハートが出てきても、だから一応クシャトリラからの展開はなんとかなるんで、シャングリラの効果を使っちゃう感じでいきましょう。デリシャスメモリー、なるほど、デリシャスシングメモリー、オッケー。まあ、ドロールロックバードケアかな、これはドロフェイズいいよ、オッケー。でライトハート、これやばいな、ライトハート消さないと、ライトハートボコ殴りサイト終わる、これマジでボコボコに殴られて終わる。でピュアリーの効果、さあ手なずけているかな、ポケモンブリーダーくん、ポケモンブリーダーくんは手なずけているかな、手なずけて、あ手なずけていた一応、まあでも言うて速攻魔法じゃないから、まあなんとかなりそう。はい、ピュアリープ、オッケー、暗黒買い方ね、了解しました。でスタンバイフェーズ、ちょっとアーゼウスがガチでヤバそうな気がするので、あとハピネスが、まあちょっとまあ出し、まあアーゼウスかな、さすがに、さすがにちょっとアーゼウス抜きに行きたいっす、できればゼウス君抜きに行きたいっす。でモンスター2体並んだ瞬間に駆使されんだよな、引き流し風潮からのアーゼウスとかあんのか、一応まあでもバランス狩りからなんとかなるか、それは引き流し風潮は、引き流し風潮は多分なんとかなる。でピュアリーリリー、ピュアリーリリーオッケーでしょう。ピュアリーリリーは別にいいな、スルーさせて、あストリートはめんどくさいか、まあ、ちょっとユニコーンの効果増するわ、ユニコーンの効果発動して、まあ多分これアーゼルさんでな、さすがにこれで多分ね、マクレン、この盤面が全部処理されるってことはないと思うんだけど、あとはワンキルが、を封じればいい。デリシャスでトライヒハート君が戦闘破壊されの体勢付与されて500サンドバックになってるから、それをなんとかすれば多分大丈夫だな。ストリートは張るわな、ストリートは張るわな、で、対象体制付与されたわな。いや、これ何してくるんだろうな、もうアーゼウスだから聞き流し口調意味なくて、マイフレンドか、マイフレンド許すわけないだろまあ効果発動でいいか、ここの効果にチェーンする必要は今なくて、で、マイフレンドって言ってきて、いや、許すわけないだろ。いや、これツインソーなんじゃね、まあ一応永続魔法なんでね、これって破壊すれば無効なんで、これツインソーでしょ。で戦闘破壊耐性のあるライトハートをしょって相手のリリーとマイフレンドを爆発させて、おろっしゃー、オーケー、オーケー、あバース効果発動、オーケー。でデリシャスをもろとも、これリリーな、リリーリリーデリシャスをもろともゲームから除外、フルーイーンオーケー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 、いいぞ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 。さあ盤面も2面封殺だ、さあどうする。これちなみに速攻魔法って言われて出てきたやつを無効にしたら多分大丈夫じゃない、速攻、いやそれで手札にハッピー、ハッピーメモリーあったらやばいか。リンクリボー、何どうしたお前、おなんだクソ事故に、まあ1枚ピュアリーブだもんね、相手手札クソ事故に散らかしてんじゃねえか相手、おっとゴミ展開しかできません、ピュアリー選手なんですかそのクソ雑魚展開はクソ雑魚展開すぎて笑った。さあクシャトリラ、シャングリラの効果、シャングリラ、まあミラーじゃなければまあシャングリラの効果結構使いやすいんだけど、ね、ミラーが多い関係だと本当にねシャングリラ残しマジで当たるんやからね、奇襲した方がいいよ、うん。で、まあ、とりあえずユニコーンと、フェンリルの効果起動していくか。で、パワーピアス持ってきて、OK! で、フェンリル効果発動。これスキクシャでいっか、もう、もはや。
はい、ほんで後ろを破壊してそれなんすか、あーピュアリープね、はい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 、オッケーで、このチームピュアリープだろどうせ、あオッケー了解、リンクリボーこれスケアクローキシャトリアで殴ったら無効になるんじゃねこれこいつ殴ったら無効になるんじゃね多分、はいもしかしたらリリースして効果発動できないもんね多分。えこれちなみにさ、あやべえこれアライズハートを先に乗せてからだったな、まあいいや、これはまあスケアクロートライヒ、あライヒハートとかいうよくわからないモンスターもいらないライトハートかで、これ先にやっておけばいいじゃんね、これね、シャングリアの上にアライズ、かっけーイケメンロンギのそのように爆弾、バトルフェーズ入ってクシャトリラがぶん投げるときになぜか相手のモンスターが効果無効になっているので、おっとリンクリボークが効果を発動できないつえつえリンクリボークが効果を発動できない、まあリンクリボーは別にどうでもいいけどなんて強いんだ、そして、フェリルの効果は発動、いや一応無限保養をケアするか、はい、まずケアする必要もねえかこれ、いやーアライズハートでダイレクトアタックつえ最強や、あーなるほど、まあまあまあハンド悪くはないが、まあちょっとウララで止まらないからな、なんか結局ウララとかいうカードが弱いっす、あのユニコーンに打ったら引っこ抜かれるから、エクストラは1枚、あーまあそれは打つよ、いやなんかね無限保養とかエフェクトベイラーみたいなカードはまあユニコーンをそのまま向こうに切るしめっちゃ強いんですけど、まああれっすね、あとあれだ、裏返すのが多分強いね、だからタックルセイダーめっちゃ強いと思う、核でタックルセイダー捨てる動きめっちゃ強いと思う、まあ未完工 OK、 うんラビレンスちょっとタックル型ラビレンスワンチャンありそうだな、ちょっと使ってみたいさ、ダルマカルマも来たしね、うんタックルセイダー入りのダルマカルマ入れたあのクシャトリラー対策、ラビレンスデッキ、いや結構おもろいと思うけどね、まあちょっとね、あのアライザーとか立っちゃうとね除外されちゃうからさ、あのカードが墓地に行かなくて、だからリソースが全部除外されるからさ、まあ、そこだけちょっとやばいかなと思ってんだけど、ディメンションアトラクターもマジでうんこだしな、あのデッキで、大姫のみかんこの太ももがエロすぎる問題について51時間話したい、さあ大姫の、みかんことふうりちゃんで、神隠しが持ってこられてて、でさらに、ロンドが墓地に送られて、だから一応 2,3 歩がぐらいあんだこれ、みかんこだからパクられる1回、なんか装備される1回か、ガチうぜえな、まあ、とりあえずフェンリル、まあちょっと今あんま対象に取れるかどうかないからあんま意味ないけど、攻撃表示かで、いやこれね、しかもねスキアクローのなんか、ね、攻撃表示出すか守備表示出すかも結構難しいですこれ普通にさあ後でさそのライヒガートの効果がさ守備表示で発動するからさあ、ロンドかこれはロンド、あーはい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 、あこれなるほどそういう感じか、まあサーチぐらい通してもいい気がしますけどね、まあいいでしょう、了解しました、まあ、スキアクロベロネア召喚、ベロベロベロネア召喚、守備表示モンスター3体いんなこれ、相手が守備表示出してくれたらでかくねこれなんかいけそうじゃね、なんかドローも入りそう、そのライヒガート君のね効果がね、その特殊召喚成功した時に、あー無限保養か、そこで言ってくれるのマジででかくね、やばい、ちょ激アツ、あ別にあんま関係ないですこれ、そこの無限保養は、そこの無限保養はあんま関係なくて、まあ、なんでかっていうと、なんでかっていうとスケアクローライトハートを間違えた、ライフォビア持ってるからさあ、ま、分かっ初見かなスケアクロー、いやあと何かによるんだよねこれは、さすがにね、そしてみかんこ相手にはやっぱこいつが活躍すると思うんだよね、スケアクロークシャトリラの丸三の効果、クシャトリラモンスターが戦闘をする場合相手のモンスター全部効果無効っていう効果、対象に取る効果じゃないからこれで、ライヒハート効果によってスケアクローカード持ってきながらワーカードを1枚ドローできる、守備表示モンスターが何ていうかっていうと3体いるから、やったぜラッキー、何神比べ
未完工モンスターを、存在する場合、フィールドの表から表示モンスター対象に、そのモンスター装備可能な装備法カードをデッキから選び、そのモンスターに装備する。え、俺グドンノーってこと？え、大姫、あ、え、あ、払い前かな、払い前か。これなんか、え、なんかそこに装備しなんかやばいこと、やばいカードあったっけ。あ、払い前か。はい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 、なるほど。ノバで、ドロー。やべえ、払い前うぜえな、払い前ガチうぜえな払い前うざ。スキャクロークシャトリラ出てきたらバウンスするような構えじゃん。きめえんだけど、普通に。やべえ、どうしよう。え、どうしたのこれ。一回ちょっと、ノバで、ノバでさ、これまあ、とりあえず出すじゃないですか。え、これでさ、なんか、ワンチャン、スキャクロートライヒハート出したらバウンスしてくんねえかな。これ、ちょっとやってみていい？いや、だってユニコーンとかやっても効果の対象取れないもんね、一切。だから、こことこことここで一回トライヒハートするぞの構えをして、さて、これで、これでお前の払え前を、よっ、作ってくれた！マジ？やった！来たわ！じゃあ、スキャクロクシャトリラ着地するぞ。いや、いける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 。いや、いけるぞ。これいけるぞ。で、これは神隠しのチェーンだろ？オッケー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 。これやべ、安全にスキャクロクシャトリラ着地。来ました、来ました、これこれいけるかもしれない。これこうだな。で、パーフィアス発動。レベル7の対象にとってデッキからクシャトリラユニコーン特殊感。あ、オッケー。で、クシャトリラユニコーンの方かぞ。バースアンドバーストの効果発動。やべえ、回り始めたスキアクローで相手の妨害を踏んでクシャトリラで展開するというあまりにも理想ムーブ。これはこれはね、まあ相手の誘発の打ちどころもあれだったんだけどさ、正直いやでも これいいっすねこれめちゃめちゃめちゃくちゃ綺麗に回ってんじゃないですか。で、シャングリラ爆誕させの突撃のですよ。で、ライズハートだしの特殊召喚 C の、あ、一応僕はビッグバンも入れてるんで、このデッキに。まあ、なんか全部入れみたいな感じなんで、なんか全ての動きはできます、一応理論上はい、理論上全ての動きをすることが可能となっています。で、クシャトリラシャングリラの効果を発動して一応盤面封鎖。まあどうせシャングリラは変身しそうな気がしますが。で、フェンリルでいいか。で、フェンリル特殊感。はい。で、シャングリラ一体でオーバーレイネットワークを再構築。エクシーズ召喚。これが恐怖。クシャトリラ、アライズハート。ちなみにこのモンスターが存在する限り、てめえのカードは全てゲームから除外されるぜ。まあ俺のカードもなんだけどな。バトルフェイス。そして、スキャクロークシャトリラがぶん投げるとき、てめえのモンスターの効果は無効になる。バゴーン、セット破壊できるんだな、これが。つえつえつえやべえ、未確保なんてザコモンスターで俺のモンスターを制圧できると思うなよ。対戦ありがとうございました。いや、これスキャクロックシャトリラめちゃくちゃ活躍したな。カカーナにまいらねえ、いらな、こういうこと起きるんだよな。まあしょうがねえけど、ゆで貫通はマンチャンできるかもしれない。ユニコーン、ユニコーン。いや、ワンチャン、じゃあフェンリル組んでワンチャン相手の盤面返していける可能性はあるな。クシャトリラは、クシャトリラデッキはクシャトリラフェンリルが一番きついという話もあるしな。シャングリラとかしてくれると逆あれだからな、俺のフェンリルがアライズに変身するとかあるかな。いや、これはね、手札的にはワンチャンあるかもしれない。さあ、レベル7のモンスターが2体でオーバーレイか、クシャトリラ、シャングリラ、なるほど、未来竜王かな、未来竜王システムを構築してるやつか、クシャトリラバース。お前強えな、ハンド最強かよ。あ、プレゼント交換、あ、やばい
あ、やばい。ちょ、これ相手のカードを裏側で除外できるカードじゃん、これ。やばい。ちょっと待って、これシャングリラで2面封鎖入るぞ。やばい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 、やばすぎる。ちょっと待ってくれ。これね、プレゼント交換結構強くて、シャングリラと組み合わせると、あの相手のカードをね、裏側で除外するカードって意外じゃないんですよね、あのカードプール的に。あとね、なんだっけな、光の封殺剣とかぐらいしか多分ね、能動的に相手の裏側のカードをあの除外できるカードってなくて、やべえ。ちょ、2面、まあでも2面空いてればいけるか。さあ、謎にシャングリラで3面封鎖をして、その後ろ2枚、怖え。なんだその2枚。怖すぎるだろ、それ。アライズハート出せるのに出さなかったもんな、相手。これなんだ、あの伏せカード。プレゼント交換いらねえ。いらな。バカいらねえ。いやー、クシャトリラバース、なるほど。一体全体。あ、その伏せカードは何なんでしょうか。スタンバイフェイズ。シャングリラの効果。さあ、デッキから。ってことは、でもこれ、アライズに乗れるな。いや、あの伏せカードが何なのかによるな、これ。ちょっと、アライズに乗れるは乗れるんだけど、ユニコーンか。なるほど。やばい言ってたら来ちゃった。やばいやばいやばい、すぐやばい。やばい、それはやばい。おい、クソゲーやめろ。ふざけんな、マジで。ふざけんな。今から僕は魔法トラップゾーン、モンスターゾーンを、まあ、合計8箇所埋められるってことでよろしいですか。7箇所か。終わってるだろ、これ。こっから入れる保険あります？すいません、あの、ちょっとこっから入れる保険があれば教えていただきたいんですが、こっから入れる保険はあるんでしょうか。光の封殺剣強すぎて笑った。やばすぎ。ちょ、そのデッキ俺も食うわ。